の人はね、失敗するのが怖くて出ていけないの。古賀君は今その恐怖と戦ってるのよ。信じれば何だってできないことはないんだよ。あの、新しいことをやるときにはいろいろ弊害がつきまとうんだ。やめろ。今頃なんて父親面するなよ。部屋から出ない家族を持つ身にもなってよ。伝えられるし変えられるってこと。変わると思うよ。焦っちゃいけないんだよね。古賀君みたいな友達ができてこんなに嬉しいことはないよ。この世のすべては自分の心の中にあるんだって言ってた。吉凶はあざなえる縄のごとし。人生の達人は必ず運、ドン、コンの3つを掴んでるんだ。まずは運。一見不幸に見えることは後で必ず幸運をもたらす。だから不運や不幸は喜んで受け入れなさい。そして感謝しなさい。その中ね、景色がねものすごく新鮮なんですよ。全て、自分が生き返ったという思いと、それからそうなると見えてくるものが全部もう本当に神聖な感じでしょう。それでこの拾った命をこの後は人のために役立てようというのね。Thank you.